こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀です。最近、オーストラリアアマゾンでも広告の設定を進めています。広告を使ったパイさんは明らかに売上が増えていると。で、広告ね、結構使い勝手がいい。調整が面倒だけど単純ということでね、きちんと調整すれば、かなりライバルを出し抜けると。ライバルに差をつけられるというのが分かりましたんで、広告の設定をお勧めしてます。で、ちなみに広告と何ぞやということなんですけど、これ日本アマゾンの画面ですけどね、こう商品を見て下の方にスクロールしていくと、このようにスポンサードと入ってる、商品が並んでます。ここに商品を出す、ことを広告と。例えば、桃太郎電鉄ワールドを売ってるとして、このね、ソフトである任天堂スイッチに広告を出すと、売れるということでね、広告を出す、そんな形になります。で、ところがこの広告ね、とりあえず使ってみようということで、 Amazon に任せて一番簡単にね、どんどんクリックして設定して進めていくと、全く効果のない広告が出来上がります。広告は、調整することを前提に出さないといけないんで、調整しやすい出し方をするというのがね、大切になってきます。これね、理解してから広告設定しないと、全く何をやっていいんだか分かんないということになりますんでね、広告出すの面白そうだなと思ったらね、ご相談ください。もちろん、会員さんの方でね、質のサポートで広告出すのもいいですし、広告ちょっとね、やり方が分かんないんで、儲かるなら出したいということでね、日本アマゾンしかやってない人も、かなり、オーストラリアよりはね、ないわら強いに面倒ですけど、広告の設定、こういう概念でこう設定しますというようなね、何かサポートするとか商材作ることも考えますので、何しろ広告に興味があるという方いればね、お気軽にご質問、ご相談、ください。あるいは仮説、自分が思っていることね、こんな風に使うといいんですかというのをね、聞いていただければ、イエス・ノーで答えられる、問題であれば、イエス・ノーぐらいはね、お答えしますので、ご質問等もいただければと思います。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。